どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は新キャラメジャー薬師寺、早速使っていきましょう。はい、この薬師寺なんですが、まずテーブル的にこんな感じになっています。レベル45で技術ボーナスが8、レベル40で固有ボーナスがつきまして、タックが合わせて 80%、そしてコツ経験点アップもあるみたいです。あとはやる気効果アップが 75%、得意練習率アップが 10% と、まあ打撃キャラとしては使いやすい感じになっているんじゃないかなと思います。ただ上限アップはなかったのと、あとは金徳が確定じゃないことですね。そこが少し気になるかなという感じです。で、特能がまあ3つしかないので、コツ経験点アップは生きるかなと思うんですが、あと阿部比ぐらい持ってるとさらに良かったですね。で、今回のデッキがこんな感じです。なかなか面白い編成になっていると思います。エプロンと再起でミートと守備の上限アップ。そしてこちら覚醒ユニフォーム牙をフレンド枠でお借りしております。筋力ポイントが足りないと思ったので、まあ、イベントでもらってパワーヒモもらいに行く、そして最大値も上げるというのと、まあ、なんといってもね、覚醒レベル19までなっていると初期評価もかなり高いし、まあ、そしてイベント経験点も良くなるというところですね。頑張ります、行きましょう。で、薬師寺がミート依存なので、まあ、そこもエプロン入れてまたまたこういい感じになるのかなと思ってますね。これもう一回練習を終えば告白ラインになります。練習後イベント来なくても、非売モードやばいですからね。これで大吉とか引けた時とんでもないことになるのかなと思ってます。よしよしよし、楽しみましょう。まあ、薬師寺がこれ普通に45とかになってるとめちゃめちゃ強い、50だとバケモンですねというデッキだなと思います。まあ、打撃なんでね、薬師寺そこはいいですね。本当にいろいろ合わせやすいかなというのはあります。まあ、あとミート依存でよかったですね。神宮寺みたいでに打撃キャラで硬依存みたいな、あれもどうしようもないんで、神宮寺そういうのじゃなくてよかったです。さあどうしましょうか。おお、いいね、これはいきましょう。あとは今回後読んだので、騎馬妹の告白がなるはやできとし降格ナイス。やっぱいつデートをね終わらせていくかっていうのが非常に大切なんでね。ただもう速攻告白ラインにはなっているので、そこは一つこじれるでしょう。あ、でもこれいけばいいんじゃないで、さっき練習後イベント来ましたよね。多分まだ告白ラインなんじゃないか、変な話。強いね、強いね、覚醒牙。これはもう普通に休むでしょう、ね、で次から、おい、3回練習も睨んでいきたいんでね、本当にうまくその辺やっていきたい。だからラブパ狙いはいいんだな、今体力もないし。おお、早いね、最近いいですね。まあ、打撃は3回練習狙いやすいんで踏んでいいでしょう。ちょっと回復イベントが来ればねすぐいけるもんですよ。コーチか回復イベントでいいと。そして早く最大値を上げよう。メスで最大値、忍びで最大値。これはこっち行きます。評価上がるし、ラブパ狙えるんで。これもなんで、基本はまあこっちですけど、3回練習とか見て上を選ぶっていうの全然あると思います。今回の街道で言えば。さあ、そして告白ね。おお、ナイスタイミング、早めに12も上がるのはでかいです。これブレイクスルー打ってもいいレベルだな。打てないですけど、トシ君もいたんでね。街道楽しいな、やっぱり。おお、いいね。あとこれ告白さえ来ればいいサクセスになりそう。もう10月でこの上がり具合っていうのはなかなかいいのかなと思います。もう一周待ってもいいぞ、ブレイクスルー。実際最近だけだもんな。これ普通に言っといて、もう一周待とう。ここかっこいい、結構いいサクセスにできる。そしたら普通に35の薬師寺でまあまあな選手作っちゃうっていう感じになるよ。
しゃあないよな、もう行くしかないよな。強制発動になっちゃうけど3回練習だし。さあで今回薬師寺を入れてるのでこれがね強くなりますと。まあ街道だとそれもいいところです。強っ強っ。早く終わらせていかないといけないからな、そもそも。ここは本当はデートですもん。あ違う、あれしてから。まあいいかまあいいか、そこそこにはなったか。まあまあ打撃に固まった惜しさはありますけど、まあ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 、ひとまず OK よ。うわ、来い、ここで、うー。あ、3回練習また狙えるよ。コーチ来い、コーチ来い、これはコーチだぞ。特性来い。どうだ、狙いなくはない。鬼の臨時コーチは来たけど、告白が来て欲しかったよ。さあ、これでパワーヒット筋力軽減点をもらいに来ていると。ナイスナイス。これは行くしかないでしょう。 16% でしょ、行けるでしょう。よしよしよし。さあ告白来たらこれほんといいサクセスだぞ。ここまで3回練習もできてる。イベント早く起こったやつ、欲しいやつが早く起こってる。でこれは基本下だと思います。競争心、そしてチームメイト評価ですね。上技術精神という感じです。わー、これマジで告白来たらいいサクセスになる。頼む、本当に。なんとか頼む。告白来てくれ。めっちゃいい運びできる、そしたら。頼む、告白来い、告白来い、告白来い、頼む、頼む、あと夢。やったぜやったぜ、これは。あ、でもまぁ、ちょっと遅すぎるっていうのはあるけど、でも他の流れがいいんで、まぁ、しかもあと4にしてるのは僕なんでね、僕よ。それは文句言えない部分もあるし、でも十分に、十分に、これで。十分よ。そしてミート上げていく、そしてミート上げていく。ミート総力がミートビジョンですと。総力とりあえず C まで上げていいと思ってるんですけど、それ以上はちょっと分かんないな。どこまで上げられるのかはちょっと微妙なライン。うわ、これ普通に薬師寺45とかだととんでもないサクセスだぞこれ。いや今回普通に盆栽でもなかなかいい流れにはなってると思う。あとは大吉行くことですね。せっかくあいつ連れてきてるんで。スーパーはね、牙を連れてきてるんで、ブレイクスルーだ、これ。よーし。まあ、これがね、薬師寺45とかになるとまた強くなる。というお話でございます。うわ、楽しい今回。ハマってますね。天才界も一回だけ天才燃やすんでね、最後。ぜひ皆さんチャンネル登録してお待ちください。 SS5 とかできてる高校なんでね、僕もそういうの作りたいです。こういうの天丸できたらもうたまんないっすよ、多分。本当にめちゃ絶対スタメンは更新できますね、ここまでの流れ来てると。天才界ででも打撃3回練習狙いに行くでしょうと。デートはもう最悪どっかでもう本当にクソ連続でやるぐらいの勢いでいきますね。さあイベントボーナスが異常に高い牙妹です。覚醒してて大凶だけは絶対やめろだから。まあ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 、まあ、大吉いたらもうとんでもないことなんですけどね。ここは3回練習行っておく方がいいでしょう。これ流し打ち潰すか。なぜならあ骨イベントボーナス高くないんだ、まだ固有がついてればこれ流し打ち取りに行くっていうのも本当ありでしたね。あ、パワー上げときゃよかったな。じゃあ、まあ、でも敏捷欲しいし、パワー1でも上げとけばまあまあまあ、まあ、変わんねえな。ちっちゃいこと気にしすぎって言われるよこれは。敏捷はやばい。これいかないと。あラブパ中か。しかももうもうラブパ中ね。で北の兄ちゃんとの勝負もあるし、引き曲げといて、とりあえずこれで様子見だな。総力本当はもっと上げたいけれども、でミート依存だからもう100とかまで持っていっておいたら安心安全。印象良くないね。直す暇もねえ。合格ナイス。
ノーミが速く走ったのが本当に素晴らしかった。あと4でブレイクスルー打てちゃう。3回練習ももちろん睨みつつ、またバレンタインがあるんで、もういいか、今は流れがいいんでやれること全部やってやって、でもう最後の方にデートやるでもいいし、これも打つか。ブレイクスルーで、敏捷稼げたと、ここで。一回ただ、あ、これはもうまずい。さすがにもういろいろとまずすぎるんで。あ、でも、通院してたら二つ直さないといけない。ラブパで全部直るとそりゃ100点だけど、そんなことはないぞ、さすがに。ラブパで全部直れ、そんなことが起これ、そんなことが起これ、この人生、この人生そんなことが起こっちゃわないよね、それは。さすがに、まあ、今のはさすがにどう考えても行く場面だったけれども、うわーこれ悩ましすぎ。ラブパなんて結局な、当てずっぽうな作戦だからな。もうチャーないか、ここはターン消費して、サボり癖はとにかくね直さないと。認証まだし、もうサボり癖は直さないともう絶対ダメですからね。よっぽどの練習だったら考えるけど、やめよう、もう次、うん、こっちだけ倒してからとりあえずねっていうのあるんで、でデート行きます。一回もやってないデート。まあさすがにこんだけ流れいいと不眠症やダブルパンチ食らうかね、それにしてもダブルパンチ食らうかねっていうのはありますけどね。はい、ダブルパンチは終わろうか。3回練習狙っていきましょう。不眠症が来なければ大丈夫なんですけどね、最大値あるんで。不眠症も来るか来ないか分かんないもんですからね。連続して体力削ることもあれば、2、3回ずつ何も来ないこともあるし。ただ3回練習の存在があるこの高校においては厄介なことであることは間違いない。でもメンタル練習がいるんで、こううまくはまるかもっていう期待も逆にあったりします。で、3回練習行こう。あ、そっか！あ、もう切れてんだ！あ、待って、気づいてなかった。もう切れてんのか、3回練習全部使った、もしかして全部来たのか、まさか今回もうある3回練習下にマークがないってことはそういうことか。合宿中なかった、あったよ。まあいいや、いい練習だったんでいいです。そんなやったのか、もう今回もしかして。で、縄跳びとか来た。あ、縄跳びはあれか、清水か、薫か。もう全部いい流れだな、それ。そんなにいいサクセスができていたのかというお話だよ、それ。で、いろいろと抑えていかないといけないからね、とこの辺は後でいいか。試合もしっかり勝てるようにね、上げておきましょう。ここまだ来てないのね。よいしょ。さあ、この練習試合に負けることだけが怖いのと、あと意外とジャイロが落ちにくいっていうのもある。よしよし。次ゲージ量微妙だな。不眠症だけは来んな。いや、ここもう3回練習もあれなんだったらラブパだな、それこそ。それこそラブパだな。おい、まあ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 、ブレイクスルー打てるけど。でも逆に待て、3回練習がもう存在がないんだったら
ていうのはあるの。もうここはどんどん打とう。時間がもうない。こっちだ。そしてもう3回練習やっぱ切れてますね。もう全部やってますね。天才界でもこの序盤に全部やるみたいなんできれば最高だな。もうこれは牙をバシバシバシとやろう。デート終わらせよう。印象一回忘れろ。仕方ない。わかんないんだよな、総力盆栽でどこまで上げられるか。初使用回まで切って。ついもま挟んでもいいっちゃいけないかい。一回挟むのもありではある。でもこのままもう全部この流れでデート終わらすっていうのもいいですよね。そりゃ成功するよ。とこれいいと上げ上げデッキなんでね。お、これは行きましょう。チャンス潰す。いけるかな。ここまで行こう。いけるかなじゃない、行くんだ、行くんだ。ジョー総力 B まで行くんだぞ。攻めろ、攻めるんだぞ。これ不眠症サボり癖なかったとんでもないサクセス。攻めるんだぞ。不眠症直しにと。あの筋力いった時にサボり癖も不眠症も治ってたら最高でしたね。流れ的にはとんでもないですね。さあなんとか B まで上げたから成功して、やったー。ただこっち1だから敏将が本当に危ないです。おーおー、なんか山根とかいうやつが普通にタック組めるわ。もうでせっかくなんかタックやる流れになってるから一回ゲージ貯めるか。ラブパ狙いつつ、ようやく来た。でデートデートする。うわ、なんでかね、なんでかね、そうなっちゃうんだな。これはブレイクスルーどこで使うかちょっと悩みどころだけど、どっかでは使うな。こっちだな。いやー、いいサクセスではある。改めてお、おおおおお、いいサクセスではあるぞ。最後の調整。さあまあまあミート上げてるんでね、これはさすがに成功してくれるでしょうって。ちょ待って、なんかこれえ、なんでこんなに走り遅いんだ今回。前になのにこのイベント1回目どういうこと。招き猫持ってきてるよね、どういうことこれ。で3回練習あるやんまだ。あれ、いろいろ、あ、ちょ待って、いろいろどういうことこれ。待って、わかんなくなってきた。どういうことだ、いろいろ。いろいろわからんくなってきた。やっぱ合宿中って境目じゃないのか。そういうことか。あ、合宿中の3回練習がなかっただけか。間違えてたな、なんか。いつまでたってもそこを覚えられない。で、薬師寺が3週連続で来るっていう。ミート依存です。さすがに成功するでしょ。OK。よし、じゃあ分かったぞ。じゃあいい感じになってきたぞ。こっちだって、
もう分かった。ただ今ので本当に切れましたね。草野だけ来てないことを理解できてなかった。覚え出てなかった。草野だけ来てなかった。これでもう3回練習はないです。草野の存在を完全に忘れていた。攻略サイト見て、あ、全部一通りもう終わったなと思っていたんですけど、草野だけ逃していたっていう感じでしたね。待って、これもうポイントめっちゃ余るやん。ポイント余っちゃうじゃん。またブレイクスルー打てるんだけど、待てよ、これ甲子園でやること考えると、今ブレイクスルー打ってで 2,3 デートして、間に合わないな、それだと。ダメだ、この週でデート表紙していかないとギリ間に合わない。金徳で考えると、さあ最後の微調整が難しい街道高校です。サクッと、壁紐取ろう。さよなら、さよなら、さよなら男という238たまるよな、こっから。うわ、いい編成であった。非常にこれ盆栽でこれだけやれたのは結構楽しかったな。あとは負けないことです。うん、というわけで、まあ打撃キャラって本当に結局いろんな高校で生きるので、そういう意味で薬師寺いいですよね。はい、ただ僕が今回走らないのは、結局野球とか打撃ってまだ有能がちょっと残ってるんですよね。野球の別バージョンが少なくとも出るんで、うん、っていうねのはあります。野球の別バージョンに備えて PR とかもめっちゃ置いてるんで、次どんないい練習でもデートです。先終わらせましょう。でここからゲージ溜め直す。調整必要。最後で練習連続でとか考えると、ここでいいかな。あと溜まる量も考えないとだけど、だったらここか。ちょっとやる気がないのがしんどいな今。最後に向けて、でまさかのアウトコースがまだ来てないですね。よいしょ。お待たせ。2回の裏、街道攻撃に入ります。先頭バッターは池野、投げた。ちょ待って、ゴロマジ苦手やな。これではやる気ないとは言えども打たないと。しっかりゴロ本当に苦手だ。
第一打席はセンターフライに倒れています。打ちました。こんなに飛ばないの？ちょっと待って、本当に。これです。本当に待って、それはやばい。先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で池野初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファースト。第2球。フォローが苦手すぎるけど。ジャイロボール見送ってストライク。早くも追い込まれています。投げた。打ちました。これはいい当たり。ようやく飛んだ。センター見送。うわやばい、一本しかホームラン打てなかった。めっちゃ抑えるやん、ゴロー。しかもあれまだ3回練習残ってる、まだまだ残ってる、まさかまだ残ってたのか。これもう天才界は一個一個潰しながら行こう。これはやった、あれはやった、これまだ残ってるぞっていうの、じゃないともったいないことになっちゃう。ナックル阿久津も来てなかったか、まだまだ残ってたのか。じゃあで次溜まりきるかなという最後の微調整。ほんと溜まりきってくれ、頼むよ。ツーアウトランナー三塁という場面で池野第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、これはいい当たりだ。左中間大きいぞ。入った入った。4回の裏と今日も実はテイク数を取っているので、あれなら靴とか違う回でやったやつがもう終わってたとこう認識してたな多分。街道リードで迎える6回です。前線見事で1枚しかないんでその問題はないぞ。よし、第2球投げました、危ない球。投球は3球目投げました、よいしょ、打ちました、痛烈、いった、入った入った。街道リードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、これはいい当たりだ。ゴロをもうちょっと練習しよう。入った入った。今回いい練習になった、いろいろ街道の最後の微調整含め。うーん、確実なのはこっち行っとこう、確実な気がするんだけど、ポイント溜まりきるかな。守備でベキャラ多い方があれですよね。こっちだな、守備でもいけたかな。まあ、でもこれで確実に溜まっている。あ、守備だと怪しかった気がするな。よかったです、こっち選んどいて。OK。こっち来るのはでかかったですけどね。そっちだと。よし、ピンチも足りる。よし、微調整できたぞ。街道、追う展開で迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、池野。第2球投げました、打った、これは強烈、入るバック、いった、入った入った。最後ブレイクスルー、いいところでぶっ放して終わりだ。ツーアウトランナーなしという場面で、印象は欲しいですかね。走塁とかになってくれると意外と嬉しいかもしれないです。第2球投げました、アウトコース低め、フォークは外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、打ちました、痛烈、いった、街道リードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている池野、これはいい当たりだ。左中間大きいぞ、入った入った。街道リードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で池野、ここまでブンブンの割に今日はストレート投げてくるなという素直な印象を受けます。どうした今日のブン。第3球を投げた、打ちました。最後の最後にシュートが来るね。そこにボールは中継、池野、よし。さあ最後ブレイクスルー、いいところでぶっ放して終わりたい。とりあえず打ちます絶対で。なるほどね、また力か、一番経験点いいんでね。はい、もうちょっとブレイクスルーははまってくれればなというのはありますが、まあ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 
こそこできたでしょ今回。普通に街道としていいサクセスでしたね。よいしょ。ちょっと途中右往左往しちゃった部分もありますが、そこが悪影響に最後までなんなかったんでよかったです。おいいね、今回ほんといい感じだ。なんでミート100人まで上げてんだ今回。打ち上げたんで100人チャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で池野インサイド見送ってストライク。まずは1球見ました。よし、オッケー。強烈、いった。入った入った。さあめちゃめちゃ強いワールドでございます。ワンアウトランナー1塁という場面。あ、アローがストレート投げてくれた。スタンドに入りました。ファール。第2球投げた。ムービングファーストはボール。内角へ。カウントはワンボールワンストライクです。ボール。スプリットとなムービングファーストがもう一緒に見えんだな、こいつ。誰が打ちにくいんだろうな。入った入った。アロー、5回の裏、あんね、攻撃に入ります。この回のトップバッターは池野、今日4打点。やっぱワールド高校のキャラの強化はこのメジャーのあれに向けてのなんか布石だったのかな、レース。危ない球。イブソンジュニアだけやればいいものをなんかいろいろワールドの強化来たのはやっぱ布石だったんですかね。なんか来るなというね予感はすごいあって、コメント欄でも皆さんね盛り上がっていただいてたんですけど、今日5打点を挙げています。第2球だったんだろうな。ボール、カウンター2ボール。ここでホームラン打てばもう勝ちたくなる。投げました。チキンだね、アンヌちゃん。カウント3ボールのストライクです。投球これから4球目、どうだい、やっていきましょう。よし、まあまあいい感じだ。まあ薬師寺じゃなくてもっていうところではあったんですけどね、普通に。あ、そうか、チャンスメーカーここでも来るから、懐かしい、ここでチャンスメーカーが来る感じ。あそこで無理しなくてもよかったよと。いや楽しかったな。ああ、1万94、いいね。レベル35のキャラ連れてってる割には異常にいいじゃないかというサクセス回になりました。薬師寺がアウトコースくれてないのがまさかですけどね、はい、おーおー、いいねいいね。でとりあえず S は行く。あー惜しい、総力が A にあとほんのちょい届かない。まあでも取りたいもの他にあるでしょう。使う、あーっと本塁生還取れないか、筋力ポイント当たんないな多分これ。本塁生還取るには精神ポイント最後なんかさばけるといいな。これで特能もう一個取れないか、なんか。あ、帳尻、うわー気持ちいい、終わった、イエス。おーおーおおおというね、街道の良さを詰め合わせた回になりました。はい、いや街道いいっすね。これもうちょっとやっぱり練習して最後ね、ヤシで天才燃やしたいなと改めて思えた回になりましたと、そういうサクセスでございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。まあ、というわけで、薬師寺はもちろん45になると弱くはないんですけど、正直最近のその打撃で言うとエプロンとか佐伯とかと比べると、ぶっこれでは絶対ないと思います。まあ、ダブル得意練習でもないし、上限もなかったというのが事実ですね。ただ、まあ、得意練習率アップもあってタックもそこそこで、まあ、使いやすさはあるかなというキャラでございました。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。